交渉作の当時今度、薬師如来像交渉源な7年1月10日は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した仏師、七条仏書喜び派21代、はじめ左京、後民武京を名乗る、大仏師大部法院、当時大仏師を務めるなど、この時代を代表する仏師である。自席の所見は、1566年4月に、 う治むと共に行った、当時鎮守や渡宮、竹内少根像修理である。その納入札に、大部方言構成と記している。一方、大木町天皇口千案では、翌々年の4月26日に方言に除されたと記されている。この2年のズレは、A69 年の時点で、方言助人の沙汰を得ており、口千案を発給されたのが2年後だったと推測される。 1577年7月、当時大仏司職となる。1580年11月24日、法院となる。豊臣秀吉の命で七条仏書の地を、自習の根高寺に寄進、四条ガラス丸へ移転。晩年は、53歳で儲けた後取り息子、安志直のために、当時大仏司職や、総合異常人を急ぎ、コーナーは14歳で大仏司職を得て、 流派を継承できた。ありがとうございます。